オニウシの毛草はイネ科に分類される雑草の一種。ヨーロッパ原産だが、日本にも外来種として広く定着している。牧草として利用されるときは、英名のトールフェスクで呼ばれることもある。ヨーロッパを原産地とする。アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカに移入分布する。0.5から2メートルほどの高さの多年草。コボにある3から10個の小花には、 長さ1から4ミリメートルのの木が基本的にあるが脱落している場合もある。稲荷の禁縁種はどれも似たような姿をしており、一般人には同定は難しい。生育環境は道端や公園、畑、庭など様々でどこにでも見られる。日本で最初に導入されたのは1905年で、1960年代以降からケンタッキー31という品種名で、 牧草や海苔面緑化に利用するため導入が拡大した。今では北海道から沖縄県までの日本全国に定着し、品だれスズメガヤや細麦などの外来牧草と並んで普通に見られる雑草となっている。自然度の高い環境に侵入した場合、在来種と共存し駆逐する可能性がある。また、本種は他の稲荷雑草と同様に花粉症の原因になる。 日本生態学会により、日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。また、外来生物法に基づき要注意外来生物に指定されており、法的な規制はないものの、緑化植物としての利用は避けた方が望ましい。日本緑化工学会の提言もあって、本種の自然への悪影響は認知されるようになってきたが、別の外来植物を代用するだけで、 根本的な解決になっていないこともある。本種以外にも、ヒロハウシのケグサ、ナギナタガヤ、ハガワリトボシガラといった同族の起源種が、外来種として、日本国内に定着している。ABCD 滝安彦、財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社2008年4月21日。 ISBN 978から4から582542417。ABC お入試の毛草国立環境研究所、新入生物 DB、村上交渉、和下に泉日本生態学会、外来種ハンドブック知人書館、2002年9月30日。ISBN 4から8052から0706、X。種生物学会。 外来生物の生態学進化する脅威とその対策、分一総合出版、2010年3月31日、ISBN 978から4から829910801。ありがとうございます。